清塚信也がパーソナリティでお送りしております。清塚信也 XTIME ラジオ。ここからは、明治チョコレート効果とコラボしたコーナー、チョコレートコネクト。チョココネ。ちょっとロマンティックだね。えー、チョココネですね。チョコレートとともに、心も体も豊かなひとときを送れますように。 リスナーの皆様と私と音楽とコネクトいたします。6月のテーマは、傘にまつわるお話。ということで、傘にまつわるお話、メッセージ、ありがとうございます。ご紹介いたしましょう。えー、っと、ラジオネーム、にゃーにゃーこさん。<laughs> 多分だけど、猫かな。<laughs> 東京都世田谷の方。うん、私の実家は、 旅館を営んでおり、えー、私が小学校に登下校するときも、お客様の送迎時に使っている蛇の目傘。蛇の目傘ってね、私あんまりちゃんと分かってない。あの、傘持たないだけあってあんまり傘に詳しくない。蛇の目傘って、どれのことなんか、 上、上の方が蛇の目みたいになってるみたいな、そんな、はい、えー、それぐらいの今 <laughs>、情報を持っています、えー。蛇の目傘を刺すよ、渡されていました。うん。お客様の、そうか、送迎時にも使うやつをね、うん。その プライベートでも使ってたと。たくさんの荷物を持っているお客様が濡れないよう大きめにあつらえられていた蛇の目傘は子供には重くいつも軽くて可愛いキャラクターがプリントされている傘を差している友達を羨ましく思っていました。うんなるほど。蛇の目傘はじゃあちょっと渋めな感じってことだね。蛇の目傘で えー、そうキャラクターものみたいのはないのないんだ。<laughs> えー、ないんだ。作ればいいのにね。うん。ない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 ってスタッフが言ってるから、そんなにないなら、すごいこう、ビジネスチャンスあるんじゃない <laughs> えー、実家にとって旅館名がデカデカと書き込まれた傘を差して、えー、ちょろちょろしている私は、いい広告塔だったのでしょうね。 なるほどね、旅館名が書いてあるね、傘を差して歩いてくれると、あまあ、渋谷あたりね、よくね、そういうトラックあるもんね。<laughs> 旅館じゃないけどさ、あの、アルバムとかね、リリースしたよみたいな、音、ね、とともにね。あれ、本当にすごい効果あんのかな正直、イラッとしちゃうんだけどね。<laughs> あの それを聞きたい気分じゃないんですけど、今っていう時にね、さらに通られるとね。うん、だから、まあ、字が書いてあるだけぐらいはね、いいですけどね。うん。本当に宣伝になるのかな。うん。書き込まれた傘をさして、ちょろちょろしている私はいい広告と。なるほどね、えー。にゃーにゃーこさん、ね。ありがとうございます。その、ジャのメ傘は、ま、頑丈でさ、あの、きっと、 あの、旅館で使ってるぐらいだから、あの、大きくて使いやすいものなんでしょうね、きっとね。ただ、あの、子供にしてはあんまり色気がないのと、うん、その旅館名が書いてあるのは、それはさすがにちょっと、確かに、みんなね、実家が旅館だってことは、学校のお友達とかは知っているでしょうから、うん、くすくすってなるかもしれないよね。 <laughs> 大人になるとね、一周回ってそういうの、かっこいいとか、思えるようになっていくんだけどね。うん、子供の時はね。私は、あの、傘じゃないけど、自転車を、ピンクと白の自転車を姉から、あの、譲り受けて、それを乗ってろって、自転車乗りたいならそれ乗ってろって言われてた時期があって、すっごい嫌だったね。うん、乗りたくなかった。 まあ、まあ子供の頃って恥ずかしいのってすごい嫌よね、うん。だけど、どれぐらい嫌だったんだろうね。当たり前になってたかな、どっかでね。うん、それが嫌だったとは書いてないもんね、にゃーにゃー子さんはね、うん。それよりも、軽くて可愛いキャラクターがプリントされている傘が欲しかったっていうね、ことだもんね。うん、それが嫌だったわけじゃないということですね。まあでも、子供が、 大きい傘持って歩いてるとちょっとかわいいけどね。なんか体に合ってないのね。<laughs> じゃあちょっとそのかわいい子供のピチピチチャプチャプ系。 なんで、あの、水たまりとか、バシャーって入ってたんだろうな、子供の頃ね。<laughs> あるあるだよね。好きだったな。うん。さあ、ということで、ニャーニャーコさんメッセージありがとうございました。今日メッセージをご紹介したニャーニャーコさんには、明治チョコレート効果をお送りいたしますえ。番組では引き続きメッセージを募集しています。6月のテーマは、傘にまつわるお話。ということで、皆様のエピソードをお待ちしております。 それではここで動画配信限定のキーワードプレゼントです。明治チョコレート効果5個セットを毎月5名様にお送りいたします。6月のキーワードは甘宿り。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。ぜひご応募ください。清塚信太、X タイムラジオ。 ここで、明治から健康を考えるあなたに、明治チョコレート効果のご紹介です。実は今、ショパンの甘だれを、ちょっと一味違うアレンジで弾いてみました。そう、今日は一味違う食べ方のご紹介です。それは、食前にもパクリ。 食物繊維たっぷりのチョコレート効果、毎日のご飯の前にも1枚食べてみるのはいかがでしょうかチョコレート効果の食物繊維は同じ 100g で比較するとごぼうや納豆よりも豊富。食前チョコ流行っちゃうんじゃないかな美と健康を考えるあなたへ、食前にも明治チョコレート効果いかがでしょうかぜひお近くの取扱いスーパー、コンビニでお買い求めください。